ノアの東大戦ノアは、イギリス、イングランドのテムズ川の三角港にあるサス。シェピー島にあるシアネスの町に近い、テムズ川と北海が出会う地点である。ノアは、海運の難所であり、1732年、世界初の東大戦が置かれた。東大戦は、ロバート・ハン・ブリンが特許を取った発案であり、ノアの東大戦は、その実験として置かれたものである。 1819年にはイングランドに旧石の東大船があったことから、その実験は成功したということが知れる。ノアの東大船はトリニティハウスによって運営されていた。初期のノア東大船は小型の木造船で、しばしばオランダ製のギャリオット船が用いられた。19世紀末には回転式のトーカを装備した大型の船も使用されたが、 1915年頃に当局によって東大戦の使用は廃止された。エセックス州のシューベリネスト・ケント州のシェッピー島の中間にあるシーリーチ一番部位が以前の東大戦の停泊地点を示している。これはテムズ川の終わりと北海の始まりを定めている。1899年から1955年までイギリス海軍はノア・カンク司令長官の役職を置き、 ロンドン港への入り口の防衛と大ブリテント東海岸沿いの海運の保護の責任者としていた。1797年の5月から6月にかけてノアに隣接する病白地を舞台に停白中のイギリス艦隊で反乱が発生した。トリニティハウス、ロンドン、ポートシティ、ありがとうございます。